はい、ヒルビール放送局、今日も訳ありダイエットを一緒に歩きながら喋っていくマコネです。と昨日も一昨日もね、めちゃくちゃ寒かったからと今日はちょっと上にもう一枚羽織ってきました。モーターもほんとモコモコなんだけど、これ着てるやつモコモコで、あったかいはあったかいんだけど、前が閉まんなくてか前が閉まんない、もともと閉まんない、ほんと羽織るだけっていう感じのやつで、そう、うん、別にお腹が出て閉まんないわけじゃなくて、もともとはだけてるやつね。まあそれで、そう、昨日はですね、スプーン、お聞きの皆さんごめんなさいね、スプーンが朝なんだっけ、メンテナンスしてて、アップできなかったのよ。で、お仕事終わってからアップしようと思ってたんだけど、お仕事終わった頃には、もうさ、真ん前桜が満開で、もう桜に目がいっちゃって、もうスプーンのことなんてもうコロッと忘れて。で、夕方ね、夕方ってか、今さっき気がついて、あ、そういえば、みたいな感じで、ごめんなさい。この放送の前にアップしてるのが昨日分です。そう、そんなわけで、いろんなね、トラブルも多々あり。いや、昨日から今日にかけては、まあ、いろいろ、てか、深夜の間にいろいろあったんだけど、私の部屋の、ポストのキーロックって、いろんな人がね、あそこを出入りしちゃって、開けたり閉めたりするから、するのよ。わけあって。だから、いつも、鍵閉めないで置いてるんだけど、そう、それしたらさ、なんか、今日朝行ったらさ、鍵が開かないようになってて、で、その上で、そう、そのいつもその中に、入れてるね、バイト先の、そう、メインの鍵が、その、上に、鍵棚のその上に置いといて、誰でも持って運べるような状態になって置いてあったわけよ。とか思って、そう、どうしてって思って、自分のところ開けようとしたら開かないし。ここ3年ぐらいで初めてだよ、そんなこと。そう、まあ誰がどうしたかわかんないけどさ、まあいいよ。鍵が閉まってるのは、まあまあまあ、鍵の開け方、ちょっと覚えてないんだけど覚えてないんだけど、まあまあ、なんか解決方法あるよ。そう、不動産屋さんに聞くなり、そう、管理人室があるので、管理人のおっちゃんだったら知ってるんじゃないかなと思うんだよね。そう、まあそこで聞けば、まあ開け方わかるよ。そう、耳を澄ましてカチャカチャって回してるとさ、カチカチって音がするんだよ。だから左回りで何番、右回りで何番、逆で何番みたいな、そういうパターンがあると思うんだよね。だからさ、そう、まあね、多分ね、そういうの、チャット AI に聞くとコツが出てくると思うから、まあ何かしら解決策があると思うの。またさ、不動産屋さんまで行かなくても。うん。で、そう、これよりもさ、問題は、誰でもね、取り出せるようなところのさ、鍵を上げっぱなしにしといた。さあ、まあ大体ね、大体想像がつくんだけど、それは問題だよね。あの鍵、なくなったらどうなるんだろう。そう、もうほんとさ、私のあの鍵の、ポストの鍵が開かなくなったのはさ、まあ、なんでだろう。誰かが間違って閉めたか、なんだかわかんないけど、うん。なんだろうね。そのね、鍵を取り来た子がさ、まあ、私の鍵、昨日、朝見たとき、朝はね、鍵普通に開いたからさ、そう、でね、心配もしなかったけど、はい、鍵も入ってたしね。そう。んで、そして、なんだっけ。そう、朝来るときに、まあそんな感じだったから、いやいやいや、鍵持っていくときに、気化して回したのか、わざとやったのかわからんけど、そう、まあわざとってことはないな。なんか、いじっちゃったんだろうな。で、開かなくなったと。で、鍵を返してきたときに、もう中入れたら取れなくなると困るからってことで上に上げたんだと思うんだけど、それはさ、
私がさ、同じところのさ、あの番号書いてる階のさ、部屋にいるの知っててさ、さ知ってんだからさ、あの部屋まで持ってこいよって。そう、まあ、それだったらね、それだったらさ、なんか、ああ、そっか、まあ、閉めちゃったな、わかった、あの、なんとかすっから、みたいな感じで済むけどさ、ご苦労さん、みたいな済むけど、あのさ、誰でもさ、あの、持ってきれないところにさ、あげっぱなしだったらさ、それは大問題だぜ。そう、いいよ、あの、まあ、管理人さんか誰かが持っててくれるんだったらさ、まだいいけどさ、そう、誰が入ってくるかわかんないところのさ、あの、まあ、あの、ほら、あの、集合住宅の一箇所にさ、ポストがみんなまとまってるようなタイプだから、そんなところにさ、ポンと置いておかれたのはね、ほんとね、なんかもう朝から、もや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 して、腹立たしくて。そう、まあ、奴は明日、明後日出勤だから、そう、そう、まあ、どうであれ、ちょっと文句言わなきゃ気が済まない。そう。いやー、ほんと。あれで鍵なくしたらさ、また連帯責任なんだなんとかやりてさ、ほんとね、大変なのよ。そう。もうほんとに。まあ、そんなわけで、ムカムカしてても仕方ないので。そう、今目の前に信号があるんだけど、あの信号を越えたら、もうこの話は私も切り替え。そう。あと信号渡るまで、あと3メーターぐらい。はい、そんなわけで。私のさ、ポッドキャストも、ポッドキャストも、まあ、YouTube もそうだし、スプーンもそうだし、まあ、基本的にみんなコメント入れないでくださいって書いてるのよ。書いてるし、結構頻繁に、ポッドキャストでも言ってる。うん、私は、文章コミュ障だから、そう、コメントが書いてあったりして、のコメントに返信するのに、どう返信しようか悩んで、もうそれだけで、もう全部嫌になっちゃうことがあるから、コメント書かないでって。コメント書いてくれてもいいけど、ハートマークぐらいしか押さないからねっていうふうに、言ってるにもかかわらず、結構ね、コメント来るなよ。そう。しかも、ハートマークじゃ済まないようなコメントばっかり来るなよ。それで、まあ、仕方なく返信するでしょ？まあ、幸いさ、もうほんと頭かかるようなさ、パパラパーのさ、コメントはないけど、ほんとさ、どうしようもないクズみたいなやついっぱいいるからさ、そういうコメントはもう、返信せずに、もう即ブロック。そう、私も言ってるもん。そう、こいつは気が合わないと思ったらもうブロックするからねって、もう、公表してる。まあ、幸い、ポッドキャストも、YouTube も、スプーンも、と、インスタも、あと、私が今関わりがあった Facebook も、直接コメントがカチンってきて、ブロックしたやつはいないけどさ。そう、いないけど、そういうことがあったら、すると。そう、そう、うん。よくあったのよ。人のさ、YouTube に、私が書いたコメントに関して、ああだこうだ言ってくるやつはいっぱいいたの。本当に気分悪いコメントが。そう。なんかそんなね、お互い話し合うような内容じゃないのにさ、そう、普通の会話なのに、そう、抽象するわけでもないような内容なのに、そう、本当たちはあれ。そういう人たちは本当もう、お願いだから私しかかわらない状態に、もう私の方から、プッチしている。うん。そう。なんか珍しい車が走ってるなと思ったら、あら。前の方のスープラ走ってたよ。こんな真っ暗な中になかなかいい音出して。まあ気持ちはわかるけどね、乗ってるとさ、いい音の車はやっぱ乗ってると気持ちいいけどね。そう、深夜に乗るなって感じだよね。特に朝方はやめとけ。まあここ国道だからな。国道だからまあしょうがないっちゃしょうがないけど。うん。まあ、それでまあ、コメントもらった中に、ポッドキャスト、せっかくいい内容なのに、音が悪いと、もうちょっといいマイク買ったらどうだっていうような、コメントがあったの。
まあね、まあわかるよ、私だって。今さ、今喋ってるのは、この中華スマホの超もうダッセ、もうダッサダッサのさ、そう。うん。ほんと残念そうなのよ。まあそれでもね、残念スマホでも、まあ、収録してる音声は、まあ、ものすごいね、しっかりさ、外部マイクつけて、話をしようと思えば、またちょっと違ってくるけど、そう、違ってくると思うけど。まあ、この間私がさ、ウィッシュで買った、なんちゃって、マイクは、ほんとつけてもつけなくても、音が変わりませんでした。そう、うん、そう、600円、800円ぐらいしたと思うんだけどな。そう、で、その800円のやつ、カバンの中に入ってると思ったんだけどね。なんか、さっき見たら見つからなくて、今日は、もうスマホは裸です。スマホは裸。私はもちろん寒いからさ、服着てるけどさ。まあ、それで、まあね、まあ、わかるよ。ちょっとね、いいマイク。まあね、私はさ、スマホとパソコン両方共有できる。そう、要は、もうイヤホンジャックから、音声を入力できる、マイクをちょっと探したのよ。そう。でも、チャット AI にね、チャット AI に、コスパが良くて、性能が悪いスマホでも、パソコンでも、高音質で録音できるマイクで、コスパが良く、いいやつを Amazon で探せって言ったらさ、出てくるわけよ。うん。3つぐらい探せって言ったかな。そう。そしたらさ、コスパはいいけど値段もいいやってさ、ふざけんなと思って、いくらしたの ?5000 円以下でいいもの探せって言ったらさ、まあ出てくるわけよ、やっぱりね。その中で、一番、これがいいですよってやつが、スマホ対応じゃなかったの。では、イヤホンジャックじゃなくて、USB からの入力だったのよ。そう。んで、どうしようかな、と思ったけど、そうそう。まあ、どうしようかなと思ったの、正直。で、5000円以下って出てて、まあ、チャット AI はさ、3000円ぐらいって出てたんだけどさ、うん。Amazon で実際検索してみたら、まあ3000円じゃなくて、4000円ぐらいだったのね。そこで、ワームじゃなくて、まあ、ほら、腕、スマホじゃなくてマイクをさ、押さえとくさ、アーム。アーム付きのさ、雑音さを吸収するさ、丸いやつあるじゃん。丸くて黒いやつ。黒も白もいろいろあるけど。あれ付きのやつが、8000円ぐらいだったの。7000円ちょっとだったかな。そう。で、まあ、ポイントも溜まってたし、そう。一回割引堂の子のクーポンがついてたし、まあ、それで、7000円で収まるぐらいだったかな。そう。まあ、それでどうしようか悩んだの。で、同時にさ、スマホ用のマイクもう一回探したんだけど、それもね、3000円ぐらいだったかな。で、これを進めようっていうのが出てきてるわけよ。悩んだよ、正直。勢いよくポンって両方買っちゃおうかと思って。そう。うん。そう、カーゴに入れたんだけど、でも、ちょっと待てよ。すげえな。ちょっと落ち着いて、そう、速攻ポチしないでさ、ちょっと落ち着いて、結局 USB のパソコンの方だけは、うん。まあちょっとね、Mcastもさ、まあ、結局パソコンで収録してるさ、コンテンツの方が、多いわけよ。歩きながら喋ってるコンテンツはこれだけだから。うん。そうすると、まあ、パソコンで、今はさ、こっちで収録したのを、パソコンに転送して使ってるんだけど、うん。パソコン専用のさ、USB 専用のマイクがなかったから、あったんだけど、まさかさ、もう一回コンテンツ作りをするなんて思ってなかったから、マイク欲しいんだけどっていう、若い子にさ、そう、いや、使ってないのあるけどいるって言ったら欲しいって言うからさ、そう、12,000円くらいしたマイクだったな。そう。
私、まあ、いろんなマイク使ったことないから、性能がいいかどうかちょっとわからんけどさ。まあまあまあ、そこそこの値段のマイクだったのよ。そう、それをポンってあげちゃったのよ。そう、半年ぐらい前だったかな。あ、それね、まさかそれ返せとも言えないしさ。もしね、彼が持って行って使ってなければとか思いもしたんだけど、でもそれを聞くのもちょっと恥ずかしくてさ。結局、結局さ、そこで出てきた、7000円いくらのやつを、まあ、割引クーポン入れて、7000円弱で、ポチした。まあね、そのコメントを送ってくれた人にも、これこれこういう事情でポチしたって買ったので、そう、背中を押してくれてありがとうみたいなコメントの返信をしたよ。で、まあ、まあ、それで、それでもって、それでもって、まあ、マイクは、まあ、明日か明後日には届くでしょう。いや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 。こっちにですね、500GB ぐらいのさ、ハードディスクを買おうと思ってたの、SSD を買おうと思ったの、それがね、4000円ぐらいだったのよ。さ、まあそれもさ、チャット AI でさ、検索させてんなんだけど、まあ値段をね、Amazon で見てもまあまあそんなもんだったよ。5000円ぐらいだった。そう、まあそれを買おうと思って、なんかね、私のさ、Windows 10がさ、なんかね、ちょっとね、なんだろう、なんかね、なんか不安定なのよ。そう、不安定ってことはないけど、まあ今ね、容量はさ、もう容量がアップアップだから、可能な限りさ、移動できるもんは、外部のハードディスクに移して運用してるんだけども、まあ、削ってようやくまともに、なんとか動いてるって感じで、そう、パソコンを交換しようかな。いや、パソコン交換するのにさ、まあ、5万、そう、私が必要としているものは、まあ、まあ、最低でも5万ぐらいなわけよ。私の場合は、中古のさ、シンクパッドを買ってきて、それをカスタマイズして使うのが、まあ、好きなのよ。やっぱ中古が好きなんだよね。そう、新品より。まあ、ガジェットとかね、新品の方がいいかなとか思うんだけど、まあ、パソコンはね、まあ、所詮使い捨て道具だと思ってるからさ、まあ、ガジェットもそうだけど、所詮さ、期間限定もんだと思ってるから、まあ、コロコロどうせ新しいの出るしさ。それさ、それもチャット AI でさ、今市場に出てるシンクパッドで、お手頃な価格でカスタマイズも、性も優れてて、そう、まあ、こないだコスパのいいシンクパッドを探せって言うとさ、やっぱ2万、3万ぐらいのモデルが出てくるの。そう。2万、3万ぐらいのモデルが出てくるの。まあまあ、それをさ、そう、メモリをアップして、そう、ハードディスクを SSD に換装して、そう、使えば、まあまあまあ、まあ、これから5年ぐらいはまだまだ全然持つよ。まあ、それでもさ、メモリアップして、ハードディスクアップしてなんか言うと、まあ、5万ぐらいするわけよ。もう、それでもさ、それくらいの性能のやつ、ぶっちゃけ買おうと思えば10万超えるわけで、半額で済むと思えばそれでいいし、そう、まあ、私はさ、そんなに特殊な技能を持ってるわけじゃないから、シンクパッドでもね、そう、CPU まで交換しようとは思わないの。そう、CPU 変えてさ、あ、でもまあ、まあ、メモリーとさ、SSD 変えればとりあえずいいや、みたいな感じで。そんなのさ、ほんとちょっと知ってればさ、誰でもできちゃうような、ほんと簡単な、ガンプラでいうところのさ、手と足をさ、別のガンダムに置き換えるぐらいな、そうもんだから、まあ簡単なんだけど、まあ、そうすれば、まあまあね、今時だからね、最低でも Windows 10はついてくると思うんだよ。OS がね。そう、まあ、それに交換してもいいかなーって思ってたんだけど、そう。そのパソコンを交換するときに、ついでに OS も、そう、Linux Mint に変更しようかなと思ったんだけどさ。まあでも今の私の状況で5万ってのはなかなか、そう。だって私のさ、今の、今大前提は、ダイエットに
そう、リソースを全部削くっていうふうなことが大前提だから、そう、まあ今月ね、ちょっとあれもない、これもない、これもない、あれもないって言って、まあダイエットのために必要なものを最低さ、あるのを買うと、もう私のさ、今月使えそうなお金はさ、まあ、自利品なわけよ。となればっていう中で、まあ、格好なんか買ってらんねえと。まあ、それで、まあ、100歩、200歩ぐらい譲って、まあ、ハードディスク、なんか SSD のさ、今使ってる、私のパソコンの SSD が240ぐらいだな。240メガぐらい、ギガぐらいだと思うな。そう、300はな、うん、そんなもんだと思う。うん。そう、それをまあ、500ギガぐらいのやつにし、まあ、1テラのやつもいいけど、1テラだってもう1万3000円くらいするもんね。そう、コスパのいいやつで。そう、うん。そう、まあ、1テラのやつを入れてまで、みたいな感じなんだよね。まあ、500ギガのやつを、こうでさ、これに Linux Mint を入れて、で、まあ、Windows はね、そう、そのまま、今使ってるハードディスクのままにしとくか、まあ、ぶっちゃけね、そう、Kindle の電子書籍を作らない限りさ、Windows って、いらないっちゃいらないんだよ。うん。私が、メイン、よく使ってるソフトで、まあ、Windows 自体は動きませんっていうソフトっていうか、Windows 専用みたいなソフトはさ、Linux でありませんみたいな、変えるようなソフトありませんっていうのはさ、まあ、Kindle の制作ソフトぐらいのもんなんでね。もしかしたら探すとさ、探してないだけで、Linux で、Linux Mint で全然動くさ、Kindle の電子書籍を作る、そう、ソフトがあるかもしれない。でもまあね、そう、Kindle というか、電子書籍、基本的にさ、Web HTML でできてるからさ、そう、まあね、知ってさえいればさ、別に、オフラインのさ、HTML みたいなファイルみたいなもんだからさ、そう、普通にWeb 制作ソフトとかでもできるんだと思うんだよね。そう、でもまあ、そこにさ、時間かけるんだったら、そう、アマゾンが出してさ、ソフトでパパッと作っちゃった方が、早い、うん、うん、そう、中の文章とか写真に時間かけた方がよっぽいわけでさ、そう、そんなこと考えてると、まあ、そう、電子書籍を作るときだけ、Windows に入れ替える。もしくは、まあ、まあね、今のパソコンに、8ギガだけど、Linux Mint を入れればさ、まあそこそこ動くよ。妻よりは動くよ。そう。うん。Linux Mint ならね。まあそれだったら、仮想デスクトップじゃなくて、仮想環境を作って、この中に Windows をぶっ込んでおこうかなと。うん。まあ必要な時だけ Windows 立ち上げればいいやと。まあ、それにしても、まあ、仮想環境で Windows をさ、ガチに動かせるわけじゃないと思う。銃を動かせるわけじゃないと思うから、手に、そう、知ってる人は知ってる。手に点をちょっと入れてみようかな、と。手に点っていうのは、同人 OS でさ、なんて人か忘れちゃったけど、Windows 10の、もう、あんまりつかない部分。いや、ほんと、基本的なシステムを残して全部消しちゃったっていうタイプだよね。そう。だからまあ、最初にインストールした段階で OS もないんじゃなかったかな。私まで一回も入れたことないけど。まあ、テニー点を入れて、そう、Windows でしか使わないソフトを、まあ、2つ、3つ、必要な最低限だけ入れといて、そう、それで、うん、仮想環境で Windows が必要な時だけ使おうかなと、まあ思ってたわけ。この SSD を買うための、そう、お金がマイクに変わったと。まあ、パソコンの環境はそのまましばらくまた現状行き、じいじ。まあ来月になるかな、再来月になるかな。そう。まあいいよ。そう、コメントくれたね、方がね、背中を押してくれたから、こそだし、タイミングだからね、それによって。うん。そう。まあ、そうやって、
まあ、ちょっとずつ、コンテンツの状況を変えていこうと。うん。だったらさ、ちょっとさ、このもうどうしようもないスマホを変えれよって思うは思うよ。私も思うよ。でもさ、なんか慣れてきちゃったんだもん。そう。まあ、これでさ、なんだかんだね、インスタグラム更新できてるしさ、インスタも更新できてるし、まあ画質は悪いよ。画質悪いし、そう。画質悪いし、まあそう、スナップスピードね。スナップスピードってさ、まあ、プロがあまり教えたくない。プロフェッショナルフォトグラファーが教えたくないレタッチソフトがあんのよ。万能な。しかも無料で。うん。まあ、それでちょっとって、そう、しかも軽くて。で、ちょっとって、レタッチで、写真を載っけるぐらい。インスタに載っけるぐらいだったら、まあ、これでいいかな、みたいな。と、500ピクセルとかさ、そう、フリッカーとかさ、に上げようと思うと、まあ、この画質じゃちょっとなっていうところだけど、まあ、SNS ですね、ちょっと、SNS に上げるくらいだったら、まあ、この画質でいいか、みたいな。と思うとね、スマホもね、決して優先順位が高いわけじゃないわけよ。と、うん。そうすると、まあ、マイクは妥当だったのかな。そう。まあ、すぐにさ、うん。何か他にっていうのは、まあ、パソコン、まあね、デバイス系で必要なのはパソコン、スマホぐらいだけど、でも、もしかしたら、ウェブカメラの方がちょっと先かもしれない。っていうのはさ、話したことあったかな？私、フォトグラファーだからさ、もともと写真に関する、そう、チャンネルはしたかったけど。そう、ガチの写真のね、ストリートフォトグラフィーの。うん。で、世界中にいる、ガチフォトグラファーの、インスタでもさ、フェイスブックでもいいんだけど、繋がってる人たちの、と、世界中の方とね、対談して、お互いの写真を、語り合うみたいな。そういうさ、対談番組をしたかったわけ。うん。それにはさ、まあ、マイクは買っちゃった。マイクは買った。次に必要なさ、やっぱウェブカメラなのよ。そう。まあね、今はさ、スマホをウェブカメラ代わりにするアプリもあるしさ、そう、まあ、ウェブカメラ、対応のカメラもあるじゃん。あるんだけどさ、まあ、スマホは買わなきゃいけないわけだ。カメラも今手元にあるのはみんなちょっとね、そう、センサーにちょっとさ、ホコリが入ってて、ホコリの除去しないと使えないし、そもそも私が持ってるカメラはさ、USB の、ウェブカメラにはできないタイプだし。うん。となると、まあ、ぶっちゃけさ、ウェブカメラだってね、いいとこ1万円ぐらいじゃん。1万円出せばなかなかいいの買えるよ。となると、ウェブカメラでいいかな、みたいな。ウェブカメラが次に欲しくなるかな、なんて思ってるわけ。そう。だから、来月あたり、もしかして勢いよく、そう、ポチッとしちゃうかもしんないね。まあ、それより先にさ、今さ、ジッパーに苦戦してるわけよ。ジッパーだよね。ジッパーでいいと思うな。ジッパーは何かというと、SNS と SNS とか、まあ、いろんなウェブサービスを連携させるサービスなんだけど、例えば、YouTube にアップすると、自動的に Facebook にもアップされるとか、YouTube にアップすると、インスタはどうかな。そう、まあ、いろんなのにアップされると。そう、私がね、よく使ったのは、IFTTT なんだけど、IFTTT さ、昔はね、いろんな SNS と連携を、密にしてたんだけど、今は、家電同士の、家電とさ、モバイルとの連携とかが多いんだよ。そう。そうすると、なんか私が使いたい用途とちょっと違ってくるんだよね。で、今月さ、勢いよく、もう前できたから今もできるだと思って課金してみたんだけど、全然用途が足りなくて、あ、これはダメだってことでさ、課金してわずか1時間後にさ、解約しちゃってさ、もちろんお金は取られるよ。700円だったかな。取られたけど、まあ忘れてて来月も引き落とされるよりいいかと思って解約して、まあその代わりってなるとジッパーなんだけどさ、
まあ、IFTTT もさ、英語だし、ジッパーも英語なんだけど、全部英語なんだけど、IFTTT はね、そう、まあ、中学生っていうか、中学生でも、英語を知ってる人だったら、ね、日本の英語に、日本の中学生の英語力だったら十分わかるような内容しか書いてないわけ。さあ、ジッパーはさ、ちょっともうちょっと難しいわけよ。そう、どうしてもね、なんかね、Facebook、私はさ、YouTube との連携は取れるんだけど、YouTube から Facebook の連携がうまくいかなくて、まぁ、ちょっと苦戦してるんだけど、まぁ、それもね、今月中になんとか解決したいと思って。で、ジッパーも、まあ、最終的にはね、一番高いのはさ、ほんと1ヶ月1万円ぐらいなんだけど、そんなんじゃなくて、そう、一番ね、安い、有料の安いやつ。で、それでもね、月49ドルだから、49ドル ?49 ドルってことは5000以上だ。あれ49ドルだったっけ？いや、そんなに高くなかった気がするけど。あ、でもそれくらいだった気がする。それをさ、払っちゃうと、もう結構ね、結構パツパツの値段じゃん。そうそう。まあ、ああいうサービスは、サブスクのやつは、まあ、1ヶ月で払うよりも、もちろんさ、まとめて払った方が、有効なわけで。まあ、無料版で可能な限り使い倒して、その上で、よりね、そう、高度なことをできるように、まあね、労力をかけずにいろんなことができるように、ジッパーを、そう、攻略してから、有料化しようと。そう、まあそれがね、今月になるか来月かになるかわかんないけど、まあ今月中にできれば、来月優先順位は、ジッパー1年分だよね。うん。ねえ、まあ、それが、克服できなければ、来月、カメラかもしれない。カメラというか、ウェブカメラかもしれない。まあ、そんなわけでね、徐々に周りの環境を、ちょっとね、バージョンアップしていこうと思ってます。うん。あ、そうだそうだ。SSD かもしれないね。マイクロソフト、うん。まあ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 、SSD か、カメラ、ウェブカメラ。まあ、どっちかな。と言ってもね、テスト用に使うさ、SSD はさ、SSD も、ハードディスクも、そう、2.51 のやつが私のところにあるから、まあ、それで、一回試してみて、やりたいことができることか試してみてから、でも、まあ、いいよね。そう、寒い。やっと着いた。でも、もうこんな時間？うん。まあ、そんなわけで、一生懸命走ったら、ちょっと歩いたらなんかもうちょっと汗出てきた。うん。今日も、昼ビル放送局のワケありダイエットウォーク、最後までお聞きいただきありがとうございました。今日はテーマはなく、昨日に引き続き、今月どうしようっていうことと、まあ、そう。ね、いろいろありましたね。まあ、そんなわけで、今日の収録もこれで終わりになります。皆さん、また明日も。ぜひお聞きください。ヒルビの補足のマコネでした。バイバイ。またね。